最初に井野防衛副大臣によりご挨拶をいただきます。今回供与する車両も本日ここに用意した2分の1トントラックに加え高機動車資材運搬車の合計100台規模の自衛隊車両を全国の陸上自衛隊から最大限の協力を受け逐次ウクライナに向けて輸送してまいります。目録の造形をお願いいたします。Перше, Японія передає Збройним силам України техніку, а і для нас це дуже цінно. Дякую.